ははいこんにちは田中美です私ですねフリーランスで構成作家リサーチライター翻訳などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことから年々共有していくっていうような趣旨でやらせていただいてるんですけれども本日のトピックは「フリーランス志望者を」 夢を諦めさせようとする大人たちっていうテーマでお送りさせていただこうかと思っております。えっとですね。まあ、夢というかモチベーションをなくさせようとするっていう言い方の方が正しいかなと思うんです。けれども、あのあある動画を見まして、昨日えー、まあ、最近なんですけれども、えー、まあ、とある、えー、企業あのフリーランスを。 たくさん抱えていらっしゃる企業で、まあ、その社長様がそもそもフリーランスをもっと世の中に出していくってフリーランスの精鋭集団を作るみたいな、えー、考え方をお持ちでまあ20代から起業されて今30代なのかなであのまあ、えー、Twitter とかでもいろいろ発信されていて、まあ、YouTube チャンネルも持っていてまあ結構な登録者数を、えー、抱えていらっしゃるっているんですけれどもで私も 時々その動画を拝見そのチャンネルの動画を拝見させていただいていてまあビジネスでまあ仕事とか頑張ろうっていう方々に関しては特に年収を上げたいっていう方々に関してはすごくえー、身のある情報とかが詰まってるんじゃないかなと、ね、私その動画を見てて思うんですけれどもそのチャンネルの動画をでただ今回ちょっと一本動画が気になっていてその動画にあの大学3年生の子が 将来、新卒フリーランスになりたいです、みたいな。ただ、ちょっと就職と迷っていてえ、どうしたらいいかアドバイスいただけませんかっていうような形で、えー、なんか、出てきたんですよ。で、まあ、お悩み相談みたいなのをやってて、そのチャンネル最近。で、まあ、その、フリーランスの会社の、まあ、ちょっと僕はそこまで詳細調べたわけじゃないんでわかんないですけど、そのトップ、その中のトップ中のトップの方々が、その相談相手として、 私たちが相談に乗りますみたいな支援するかどうか決めますみたいなまあマネーの虎でいうその社長側みたいな立ち位置なんですけれどもお金は出さないですけれどもねまあそういった立ち位置でやられていてで相談者が来てどうしたらいいですかねみたいな形でアドバイスしたりそこもあ支援をするかどうか決定するみたいなえやつなんですけれどもでそこに来てそのまあその新卒フリーランスでやっていくかどうかすごく迷ってます えー、企業に内定企業で就職してその後フリーランスになるかどうかみたいな子ともなんかずっとおっしゃったんですよその大学3年生の子が、えー、あんまりちょっと自信なさげに感じで言ってたんですけれどもでそこにあのー、まあお歴,歴が並ばれていたお歴々がアドバイス側のお歴々が,があのー、5年後10年後のキャリアはってなんかちょっと言い出しゃるんですよ。 まあ別にそれは悪くないと思うんですけど、で、新卒フリーランスになって何がやりたいの営業です。えー、今営業でやっていける自信は、えー、ないですとか、えー、営業に対する何かスキルとかありますか,とかいや、ちょっとみたいな感じでずっと話してるんですよ。は、フリーランス舐めてるとかなんか言われて、<laughs> いや、なんかその男の子が何も返せなくなってるんですね。で、 その動画のコメントも僕ざっと見たんですけど、これじゃあ無理だよねとか、フリーランス、これじゃフリーランスとか無理だよねとか、何がやりたいかこの子全然分かってないなみたいなことを書いてるんですよ。書かれてらっしゃる方が大勢いるんですね。ただ僕ちょっとこれにすごい違和感を覚えたんです。僕個人の考え方なんですけど、あの僕、新卒フリーランスなんですよ。今40歳で、 その新卒フリーランスっていう言葉がなかった時代に新卒フリーランスになってるんです。あの、大学を出て、大学を出て、まあ就職先、大学院なんですけども、就職先が見つからず、えー、もう、たまたま僕そのライティングだけは人より、人並みよりちょっとぐらいできたんで、まあその力を使って生きるしかないなと思ったんですよ。まあそこまでも思ってないんです、本当は。もう、もう、 就職先がないからどうしようってなった時に、あの、厚生作家事務所の方に、えーえー、履歴書を送ったら、入っていいよって言われて、そっからスタートしたんですよ。私、私のキャリアって、二十、あれは5歳ぐらいでしたからね。えー、大学、大学院二年生の頃。で、もうそっから卒業、えー、しないまま、えー、そこでの仕事が始まって、卒業した後も、大学院の修士を取った後も、 そこでずっと働かせてていいただいて独立しあ、まあ、そこの事務所は今離れてるんですけどそれで今一人やって今に至るって感じなんですけど僕はその時に5年後10年後どうなりたいとかあの、まあ、今でこそライティングできると思ってるんですけど正直その時はもう全然あのもうまあ人よりちょっと分かりやすい文章を書けるぐらいな程度でそんなにその人に見せれるような。 お金を取れるような文章なんて書けなかったと書けるような自信すらもなかったんですよ。本当にその大学3年生の子がその場そのに出てきたあの時と同じ感じだったんですよ。僕本当に。それでフリーランスになってるんですよ。で、今フリーランス続いてるんですよ。14年間。何が言いたいかっていうと5年後10年後のことなんて誰にもわからないんですね。どうなってるかなんて誰にもわからないし、 で、今別にスキルがなかったとしても、あの、フリーランスって正直、あの、来た仕事を、もう、とりあえず何でもいいから来た仕事を、えー、やってみる。で、それを届ける、納金する。で、また来る。来ない場合もあります。えー、で、来たんだったらそれをちゃんとやる。で、返す。で、その繰り返しなんですよ。その繰り返しで、自分が作られてくるんです。 で、どうなりたいかとか、5年後、10年後どうなりたいのかっていうのはもうやりながら考えていくしかないんです。もう考えるしかないんですって、大言しちゃったんで、断言しちゃったんで、それは違うと思うんですけども、5年後、10年後どうなりたいかって逆算しながらやっていくフリーランスもいるとは思うんですよ。ただ、大方の場合はもう、もう目の前のことに必死で取り組んで、で、なんとかそれで、 え、先につないで、繋がない場合もあります。うまく、うまくいかない場合は。それはもうしょうがないんで、実力もあるし、運もあるんで、続かない場合もあります。ただ、続いたんだったらそれに対してまたちゃんとこなしていく。おか仕事をこなしていく。えー、クライアントの要求するものを返す。で、また来たらクライアントの要求するものを返す。で、この、これによって自分が、いつの間にか、こう自分の得意なものっていうかが見つかったりとか、 えーあ、自分はこっちの方向に行ったのかっていうことに気づくんですよ。後になって気づくんです。で、それこそが、あの、あのその人の個性なんです。僕だって今、あのー、冒頭でリサーチャーって言ったじゃないですか。そのリサーチャーって言葉知らなかったですからね。あの、構成作家になった時。構成作家になって初めてそういう仕事があるってことを知って、そっから、えー、ちょこちょこ始めて、まあ、もう事務所から来た仕事をただ返す。 ただ事務所から来た仕事をただ返す、ただやる、ただやる、ただやるってずっと繰り返していった結果、自分で個人で、ね、今仕事を取るようになってるんですよ。そんな5年後10年後なんて考えたら、もうリサーチャーって仕事をそもそも知らないんだから、もう別のことを考えてるんですよ。で5年後10年後なんていくら考えても変わってるんで、その時に。意味ないんですよね、正直。だから、なんかそういうアドバイスって、 そもそも意味あるのかって思ったんです、その動画を見てて。っていうかそもそも多分そこに集まってる、アドバイザーとして集まってるフリーランスの人たちも、多分そこまで考えてないと思うんですよね、フリーランスになった時。その人がフリーランスとしてその会社に雇われてたんだとしたら、フリーランスになった時あなたはそこまで考えてましたかって。僕はちょっと、あの、すごい、もうより彼らより年上なんで思うんですけど、そういう風に思ってしまうんです。で、そもそも、 その、なんか彼みたいに、その、今回相談してきた彼みたいに、大学3年生の頃なんてみんなそんな感じじゃなかった、そんな感じだったと思うんですよね。なんか自信さ先で自分何ができるかわからない、みたいな。それはそうなんですよ。だって、社会に出たことないんだから。社会に出たことないんだから、そうなるのわかるし。 えー、だいたいその21にはそこらで方向性なんて分かんないし10年後どうなりたいかなんて分かんないしそんなの変わってるし時代どんどん変わるんだから、えー、なんかそういうふうにそのアドバイスは適切なのかどうかそしてそのアドバイスしてる側はちゃんと自分,の経歴自分がどうやってきたかを考えた上で、えー、なんか君には向いてないだの、えー、向いてるだろう、えーあの就、ー、職した方がいいだのしない方がいいだの言えてるのかなって僕はちょっと思いましたね。 すすごいおじさんんの,の老婆心なんですけれどもやっぱりその走り出してみないとわからないんですよね、えー、まあフリーランス以外のどんなことにも言えると思うんですけれども僕だってこの YouTube を始めて始めてから「あマイクって重要なんだな」って気づいたしあの画角とかどうしようとかっても最初の動画とか4対3になって,て,ま,したしなってましたしね。 でも、これもやりながら、今、クイックタイムプレイヤーで撮影してますけど、iPhone Pro 16を使っ iPhone 16 Pro を使って、そういったのもやりながらも、こうすべき、ああすべきみたいなことを決めてったんで、もう当初想定したのとは結構ずれてるんですよね。なので、まあ、フリーランスになりたいんだったら、まあ、フリーランスになっていただいて、そこからやりながらえ考えていくっていうのがえ一番いいんじゃないかなと。 思うしそうじゃないとフリーランスってぶっちゃけ柔軟性が求められるんで本当にそのあなたたがが今稼稼げげるるるっっって思ってて思ここととと実際にあなたが稼げることって違うのでまあやりながら、えー、考えていくっていうのが、えー、一番、えー、いいと思うんでなんかそうあんまり難しいことを考えたり難しいことを考えさせるような言い方をしてフリーランスになりたいっていう子たちのモチベーションを潰してしまうっていうのは僕はどうなんだろうと思いました。 えー、なるべく、えーまあえー、まあフリーランスじゃなくても、えー、こんな仕事やりたい、えー、こういう仕事で頑張っていきたいという人たちが、えーまあ、ちゃんとそのモチベーションを減退させないようなアドバイスであるとか、えー、助言とか僕ができるんだったらしていきたいと思うし、えー、もう今そうやって若い子たち今自産自助活動であるとか。 もう終わったかもしれないんですけど、えー、とこれから、えー、社会に出て、えー、なんか迷ってるって方は、もう迷ってるっていいと思うんで、えー、やりながら、えー、考えていってください、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、この動画が良いと思った方は高評価、えー、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。